うわ、それすっげーわかる。俺も毎日怒鳴られてばっかなんすよね。いやマジでマスターすんげー怖えの。実は元ヤンって噂で。あ、やべ、マスター戻ってきた。いえ、こちらのお客様が随分と酔っ払じゃなくて飲みすぎていらしたんで、ちょっとその解放を。え、お姉さんまだ飲むんすか？マジで飲みすぎっすよ。俺のおすすめ、それなら。マスター、あちらのお客様にシンデレラをお願いします。レモン多めでスッキリする感じで作ってあげてください。いや、なんか同じ職場の彼氏に振られたとかですげえ荒れてて、ちょっと飲みすぎなんでノンアル勧めてみたんすよ。え？俺が作っていいんすか？よっしゃー、バッチリ決めるんで見ててくださいよマスター。ふぅ、マスター戻りました。え、ちゃんとタクシー捕まえて乗せてきたっすよ。聞いてたんすか？ あれはただのリップサービスで、店の客をお持ち帰りとか俺がするわけないでしょ。それ本気で言ってんすか？はあ、マジで俺信用ねえな。この前の俺かなり真剣にマスターに告ったつもりなんすけど。冗談じゃねえって大マジだよ。俺を何だと思ってたんすか？それはマスターに出会う前の俺で、今俺が持ち帰りたいのはマスターだけっすから。その目全然信じてないっすね。もうどうしたら分かってくれるんすか？え？飲み比べ？だからマスターは俺の初恋なんです。女とか正直飽きてたんすけど、マスターにはこうビビビってきたんすよ。はい、次マスターの分です。俺上手くなったでしょ。マスター褒めてくださいよ。俺マスターの笑ったとこすっげえ可愛くて大好きです。あー燃えてきた。俺絶対勝てマスターを。マスターを、あれマスターが3人あっうん、負ける。なんか、マスター、今の中何？